松林と申します。よろしくお願いします。今日は朝から免許の掛け替えと、で、昨日川市に行って、昨日川市でちょっとおもろい人だと出会いがありましてね、何でかというと今ちょっとうちが蛇腹の感じを作った、爽やか蛇腹寿司を作ってます。それは健康的にもいいし、で握ってやって醤油がいらないんですよ。醤油なしでも食べられて、非常に健康的にもいいし、で子供さんで、先日は寿司体験をしましてね、寿司体験、子供さんも8貫も一つも残さないで、全員12名が全員食べた状態でね、まあ、やったんですけども、それと、朝日社長にインバウンドの話になりましたけど、今日は中国の方が6名と、先日からオーストラリア、香港、いろんな国の方が今来てくれてます。その中で体験型を今進めようということで、朝競りの権利持ってますんで、江ノ島漁港の、大井八角というところが朝競りありますんでね、そこから競りを、体験をしまして、その後うちで寿司体験、握り体験を今これからやっていくところです。もし興味ある方だったら いつでも言ってくださいね。1時間ぐらいで上手になります。ものすごくめちゃくちゃ上手になりますよ。先生下手くそやけども口だけでいきますからねいや本当にね、何かしたら回転寿司って下からポンポンって機械で上がってるじゃないですか。あれって形ができてるんですよね。普通まあこれは職人さんに言うから怒られるか分からんけども、職人さんってやっぱりこう上手にこう握るんですけど、今はその回転寿司の時代に入ってるわけですわ。ただ時代に沿ったやり方をやっぱりしていかなあかんということで、この形を作るわけですわ。ここで始めるからね、まだ来てもらったらすぐ分かるんですけども、そうすると割合簡単に握れるんですよ。先日4歳の女の子、はじめおっちゃんおっちゃんって言うてて、一生懸命寿司を握ってて、それでは 6貫ぐらい食べて2貫残ったやつをおじいちゃんに持っていくということで持って帰るようになったんですけど、最後に何て言うてくれたんですか。生まれて初めて先生って言うたんですよ。今まで先生に怒られたことしかないのに俺初めて先生って言うてくれることで、もう感動しましたね。それから一生懸命先生みたいにこうして教えてますんでね、皆さんね、お前すぐしますな一回来てくださいよ。そんなんで、喋るのがちょっとずつ上手になってきましたね。いや今まで無口やったんですけど、だんだんこうやっていくうちにね、人間ってなっちゃうんですよね。国本親分みたいね親分やっぱり慣れっていうのはね、それやっぱり今度はね、9月に、三宅町、奈良の三宅町というところで、そこでこの間長女さんも握ってもったんですよ、体験でね。そうすると初めにやんなできませんわって言ったら、一生懸命なとこやるわけですよね。そしてこう皿へこう持っていくと、誰が握ったか分からへんわ、これねみんな感動してましてね。今度イベントで日曜日ですけどやるんですけども、まあ町自体もやるし、初めてそういうことをやるので、ここでアデダの魚も入れ持って行ったりとか、なんか挑戦をしていくということがいかに大事かということをね、最近痛感してて、今日は昨日川市の人もなんか道がほんまにこう山の上の方で店を構えて露店ですね、雨降ったらもう全くお客さん来られない状態のところへね、傘をこうしてさしてね、作ってるんですよ。何をまたでっけえ、ものすごいでっけえですわ。また何を考えたか、やるって決めたんですよ。とにかくやると、人間ってやるって決めたら不思議ですね、やるんですよね、だからやるって決めるということがいかに大事かということを、3日前に引いて、そうそう3日前にちょうど行ってね、たまたま
カフェちょっと玉ねぎをトラック一車買いに行ったんで、その帰りにちょっと有名なカフェかな、どこやったかな、紀の川市で有名なカフェのとこ行って、どこやったかな忘れた。ただその上っかりこうそのコーヒー屋さんがあったんですけどね。紀の川市何町ですか。紀の川北、南インターから市川とか何ですか。紀の川の南インターから山の方へ、有名なとこ、ジェラートとか、東東湾じゃないです、観音寺、そうそう、そこへ行ってきました。そこから上へちょっと上がったらね、むちゃくちゃ面白かったね、だから話を聞いたらこっちも燃えてきたんで、で今日はもう その方の友達らと一緒に話をしてきて、ジャバラのその寿司を何とかこうやりたいということでな、まあ、皆さんもほんまにこうご興味あることやったら買ってくださいね、はい、今までこう無料でやってるもんやから息子に怒られますんで、あんまりそうせんと利益を出さなあかんねやなということで怒られてます。まあこういうことでよろしくお願いします。ありがとうございます。